くくらいの収入でね、毎月これだけの掛け金払うって正直どう思います？勇者だと思います。先生、え、先生、実はうちの主人を誘拐したってさっき電話があったんです。ただいま9時30分でございます。宮崎さん、下流方はどうぞ最初の所持金300万円とコマをお取りください。どうぞ。